それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに説明があります。知事よろしくお願いします。はい、まず平成27年国勢調査についてです。5年に一度の国勢調査が、来週9月10日から始まります。今回、から調査の効率化や回答者の負担軽減、利便性の向上を図るためにインターネットでの回答が可能になりました。9月10日から調査員が各世帯を訪問をし、オンライン調査の回答 ID を配布します。インターネットでの回答期限は9月の10日から9月20日までです。期間中はパソコン、タブレット、スマートフォンからいつでもどこからでも回答できますので、インターネット回答にご協力をよろしくお願いします。インターネットで回答されなかった世帯には9月26日以降、これまでと同様に調査員が紙の調査票を配布をいたします。調査票での回答は10月7日までです。府民の皆さんのご協力をよろしくお願いします。また国勢調査を装い、口座開設数や資産状況などの個人情報を聞き出す語り調査にご注意をください。府内では今年4月から8月末までにすでに18件発生をしています。国勢調査では貯蓄の状況や口座番号を聞くことはありません。不審な訪問者や不審な電話、メールだと思われた場合は回答せず、速やかにお住まいの市町村にお知らせをお願いします。9月の11日に JR 大阪駅時の広場で大阪府国勢調査のキックオフイベントを開催します。モズヤンのほか、ガンバ大阪の OB 長嶋明宏さんとセレッソ大阪の OB 森島弘明さんをゲストにお迎えして国勢調査の意義を PR するとともに、インターネットでの回答を呼びかけます。報道各社の皆さんには円滑な実施に向け広報についてご協力をよろしくお願いします。次に大阪女性活躍推進会議の記念イベントについてです。本格的な人口減少社会が到来する中、女性の力を我が国の社会の活性化につなげるため、先月28日に女性活躍推進法が成立をいたしました。企業や国、自治体に女性の登用に向けた数値目標の設定と公表が義務付けられました。今まさに国を挙げて女性の活躍を進めようとしています。大阪府においても女性があらゆる分野で活躍できる社会の実現に向けて、オール大阪で女性活躍推進の機運を盛り上げていくため、大阪女性活躍推進会議を今年の7月に新たに設置したところです。9月11日には厚生団体が一堂に会する記念イベントを実施をします。その場で女性が輝く大阪行動宣言を発表する予定です。宣言では女性の力の発揮が元気な大阪の、実現の鍵となる、その実現を目指し機運醸成や組織トップをはじめとした社会全体の意識改革などに各団体が連携して取り組んでいくという、行政、経済団体、大学等オール大阪での意気込みを発信をいたします。また当日は経済評論家の勝間和代さんを招いての女性活躍に向けた講演会も合わせて実施をいたします。本イベントへの参加は事前申し込みが必要ですので、前日の9月の10日18時までに申し込みをいただきお願いをいたします。女性活躍推進の機運を盛り上げるためにも多くの人に参加をいただきたいと思っております。次に、大阪880万人訓練の実施です。先週の会見でも申し上げましたが、明日9月の4日、午前11時に大阪880万人訓練を実施をいたします。11時3分に緊急速報メールが府内の携帯電話やスマートフォンに発信をされます。府民の皆さんには訓練でどのような行動を取るのか事前に考えて訓練当日実行していただきたいと思います。府内市町村でも当日防災無線の拡声器による放送や避難所の開設などさまざまな連動訓練が実施をされます。ぜひこれらにも参加をし災害への備えとしてください。私も訓練当日は忠岡町の小中学校での避難訓練に参加をいたします。小学4年生らと一緒に指定避難所の中学校まで避難をする予定です。ここから以上です。
本日の会見につきましては、会見後を見る限りご質問を受けすることとさせていただきますので、ご了承ください。それでは最初に、毎日新聞の松井さん、よろしくお願いします。幹事社の毎日新聞です。よろしくお願いします。ですね、まず国勢調査なんですけれども、インターネットで回答が可能になったということなんですが、なりすましとかですね、その辺の懸念というのは あるんでしょうか。それとあと、それに対する対策っていうのは何か考えられているんでしょうか。これ本人が回答した後ですね、新しい、パスワードを設定しなければ送信できない、そのテクニカルな話ですけど、そういうシステムになっているということです。これによりまして、第三者なりすまし等の不正なログインは防ぐことができると、こういうシステムになっております。次は2点目でですね、女性活躍推進法なんですけれども、女性の投与に向けたですね、数値目標というのは府として設定されるのはいつ頃のご予定なんですかね。でまたどのようなその目標を設定されたいというふうに考えていらっしゃいますか。これまだ国の方からですね、策定指針というものができてないんで、それをいただいて、それに基づいて検討をしていきたいと思っています。次が3点目なんですけれども、880万人訓練ですが、今年で4回目のようなんですけれども、府民に定着はしてきているというふうに知事はお考えでしょうか。でこう、もし仮にですけれども、課題があるとすれば、もっとこうすればよくなるというのが知事の中で、お考えがあれば、お聞かせ願いたいんですけれども。これは定着はしてきていると、こう思います。でただまだ880万人全員に、この緊急速報メールご登録をいただけていないところもありますんでね、もうほぼこう携帯電話は皆さん所有されてるとこう思ってますんで、ぜひその防災、速報メールの登録に応募積極的にお願いしたいと思っています。幹事社からは以上です。他に会見公務につきましてご質問ございますか。よろしいでしょうか、それではこれで定例記者会見を終了させていただきます。引き続き確認したいと思います。今日でも新聞でもう出せへん言うてるらしいやん。どこの記事やったかな、文書では出しませんみたいな、いやだからこれ僕から言い出したんじゃなくて相手が言うてる話なんでね、
まあ、今週ぐらいは待ってね、出てこなかったらちょっと、大阪会議どちらにしても9月議会に出してるんで、もう一度開催をね、会長に招集してもらおうと思います。自民党としてはあの以前ですね、会議の会長、稲井会長宛てに出した文書の中で、まあ、鉄道整備の優先順位ですとか、まあ、一部の研究所の案件については優先的に話し合ってもいいという2人が入っているので、まあ、それでいいんじゃないかと入院されてほしないようなんですが、それについてはこれもあの統合本部で役所同士がまとめたものについては全てそのテーブルに乗せてもらいたいと思います。大阪府と大阪市が、まとめている、その統合案件、これはもう全てテーブルに乗せるのが当然と僕はそう思ってますんでね、彼らが絞り込んでるところに絞りそこに書かれていないもの、これは逆に彼らはやりたくないと、だから一部のそういう統合案件だけを、テーブルに乗せてもうあのお茶を濁そうと、それはダメですよ。要は大阪都構想というのは制度を変える話なんで、その全てを解決できるんです。二重行政の彼らはもうあの大阪都構想の対案だと、昨日も対案とははっきり言いませんでしたけど、ね、5月の17日までは対案だと言って、で17日以降はもう違うと、もう言い続けてる。だからまずはね、もうそのそこの、うやむやにしてるね、ところ自分たちの発言に責任を持って、まさに大阪会議は対案だということを宣言をしてもらいたいと思ってます。そうすればもう、統合本部会議でまとめたものが、議題は自然と決まります。大阪会議のが大阪都構想の対案だと彼らが言ってたことを、それを認めれば議題は自然と決まるんです。だから一番最初の大阪会議でこれは大阪会あの大阪都構想の対案なんですねということを、規約に明記を求めたわけです。それが明記されればもう議題は決まるんです。だからそれが嫌だから彼らは、はっきりと、大阪会議が大阪都構想の対案だというのを認めたくない、こういうことです。まあ、もう二重行政の解消の議論をやりたくないということなんです。それは二重にある方が自分たちの権限守れますけどな、どちらかに移ればどちらかが権限を失うということになります、議会の。それが彼らにとっては一番嫌なことだ。これは大阪府民にとって、もうあのマイナスでしかありません。話ありましたけど、招集はいつ頃されますかね。ちょっと日程調整はやります。非常に僕の日程も市長の日程も大変なんで、9月の議会も、始まりますんでね、あのでも、ちょっと早期に、議会前に一度やりたいと思ってます。橋本市長とお話をされたんですか。市長にはあの自民党が、我々の提案でね、議題を、了承するということであれば、会議開催しましょうよというのは僕と市長と考え方が一致しています。今井会長への要請はいつもされますか。まあ、今週その文書が出るのかどうか待ちますけど、もう出なければ来週早々にやりたいと思っています。確認ですが、その文書が出なかったとしても3回目の要請は必要ということで、もう出さないって今日なんか新聞で書いてるんでね、どこやったかな、朝日読売、出さないっていうのをね、なんか昨日、終わった後誰かがまあ立ちレクか取材に応じて言ったんでしょうけど、出さない意味は何なのかなと思います。以前に出したからと、でも以前に出したものはあの絞り込まれています。統合本部会議での、我々がまとめた、課題をさらに絞り込んでるんでね、あれ以外やらないと言われるとこれ違うでしょ。要は都構想の対案になりません。それでは大阪会議
各会派出席するでしょうね。いや、そらあんだけ言うから、まあ、公明党さんは出席してくれるでしょ。で、堺の、あの民衆系、なんていうんだろう、あれは、それ言う、まあ、それ言う、それ言うって意味ないのね、分からへん、それ言う、うん、そこは前回も参加されたんで、参加していただけるでしょう。まあ、あとは竹山市長さえ参加してもらえれば成り立ちます。うん、竹山さんも、訴状に載せたい、テーブルに載せたいのを、役所でまとめたんでしょ。まとめたんなら出席しないと。まああれ、まとめたものも、別に大阪会議で話しなくてもできる分もありますけどね。東京事務所統合なんてもう、事務方から申し入れてもらったら、ウェルカムです。家賃3分の1ずつで。机は2つや3つ十分置くスペースはありますんで、そうすれば今大阪府と大阪市が、そもそも 今までバラバラの時代は府も市も、同じように、まあ、1億円ずつぐらいの、経費が毎年かかってましたけど、今それ半分になってますから、これ堺も入ってきてもらったらまたそこを、経費をぐっと抑えられますからね、まあ、いい話です。別にもう大阪会議でやらなくてもいつでも申し込んできていただけたらいいなと思うんですけど、一切ご連絡をいただいておりません。よろしいでしょうか。あ、すみません。高校再編整備に関してなんですけども、まあ、今日の協議の方で、まあ、今年度その再編整備対象とする学校が発表になって、出ている見通しではあるんですけども、うん、で、学校条例ができて、3年連続定員割れという規定が、まあ、合致する、まあ、初めての年度となるんですけども、この定員というと物差しを設けることに関しては、やはり知事は適切だというふうに考えるんでしょうか。うん、適切だと思いますよ。要は、やはり選ばれてないということですから、でやはり高校生、高等学校というのはある一定の、規模、生徒数が ないとですね、これは高校教育、そのものに、ね、やはり高校生にはなるとやっぱり、その学校の中で、その自分たちの仲間とある意味ある一定規模の中で切磋琢磨する人間関係を構築するというので、その高校生の、まあ、大人への階段の成長につながるわけでね、だからやっぱりそれを、大人へ成長させていくための一つの、こう、基準としたそういう定員というものがあるわけですから、それがやはり、もう定員割れを、何年も起こすということはやはりその学校に魅力がない、いうことだと思います。その魅力のない学校でですね、その定員にも満たず、まあ、その学校に通うことは、生徒自身の成長につながらない、こういう判断をしているわけです。まあ、制度面の部分もあるとは思うんですけども、まあ、私もその3年連続という例ですとですね、まあ、2年目にいわばリーチがかかってですね、でなかなかその定員を回復しようにもですね、保護者であるとか、まあ、生徒であるとか、まあ、そういったその、まあ、評判であるとか、まあ、そこをその3年目に次になるよというような話があると定員を集めにくいと、こういうちょっと制度面で、まあ、3年という区切りがあるので、どうしても課題があるかと思うんですけど、そこはいかがですか。でもそれは公立高校も私学もみんな同じでしょ。3年という区切りはまあ公立高校の話ですけど、私学の場合は例えば、まあ、3年連続で定員割れるとか、3年では潰れないかもしれないけど経営がもう傾くんじゃないですか、私学の場合。
で、公立の場合は、これはまあの税で、運営経費が捻出されてますから、その潰れることはないというところに、まあ、あのあぐらをかいてね、その自分たちの学校の魅力をこう作りきれない、作っていない、その結果が3年連続定員割れにつながるわけですから、まあ、ある程度期限を切った中で、高校同士が講師ともに、切磋琢磨して魅力ある学校づくりをしていくというのは当然だと思っています。潰れないということに、守られて、そこでもうあぐらをかいて、その魅力を高めないということは、これはその学校に通う生徒にとってマイナスだと思います。その高校というのは公立と私立の捉え方もあると思うんですけども、公立高校の先生から言わせれば、なかなかその私立ほどですね、高校にお金もない、で生徒集めというのが自分たちの頑張りだけでも限界があるという声もあると思います。いやでもそれは集まってきてる学校もあるじゃないですか、どんどん倍率が上がってる学校、これはもう要は校区も撤廃してますからね、だからやっぱり、それは定員割れしている学校の先生たちの、言い訳だと思うんですよ。だって、そのことで生徒数がどんどん増えている、そういう学校もあるわけですからね。やはり努力して魅力を高めている、そういうところをしっかり伸ばしていきたいと思います。だからある程度公立も私学並みの、まあ、経営感覚、まあ、先生方にも守ってもらいたいというのが知事の。そうですね、これから少子化でやはりもう要は学生生徒がこれ減っていくわけなんだね。でその、学校の運営経費、これは必要なもんです。これはもう将来の日本のために教育にお金をかけるっていうのは当然です。しかしながらその税を投入する限りね、やっぱり納税者も納得できる、そういうものにしなければならない。やはり、こう魅力を高めれない、ところ、でそのことによって子どもたちの、成長にも、こうプラス要素が、こうプラスの要素が低い、そういうところに、もう、同じようにですね、今までと同じようにどん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 その税が流れていくという、そういう学校経営というものは違うと思っています。よろしいでしょうか。国家戦略特区についてお伺いしますけど、はい、地域限定保育士制度の開始に向けて府の方で準備進めていらっしゃると思いますが、改めて今後ですね、運営について、今の受け止め方を教えてください。これはもう保育士が足りないと、さっきの女性活躍推進会議の推進の話もそうですけど、これから日本のマンパワー、国力を維持するためにもですね、やっぱり家庭に、いらっしゃる人たち、どんどん、社会に進出してもらうという時に、でその子どもたちをこう受け入れてくれる保育施設というものは、これは必要になってくるわけですから、まあ待機児童の解消に向けて、大阪の場合はまだまだ少しずつ待機児童減ってますけど、まだたくさん待機している子どもがいるんで、ぜひそういう地域限定、保育士の試験を受けていただいて、また保育という職場にもそういう、いろんな人が参入してもらいたい、こういうふうに思っています。何か府民の反応ですね、保育士志望されている方の反応とか聞かれていらっしゃいますか。いや、これは反応というより結果として、
ニーズは高いというのを聞いてます。これはまあいい挑戦だと思いますよ。これから先ほどの保育の話も同じなんですけど、やはり、今家庭の中にいらっしゃる、そういうマンパワーをね、どんどん日本の国力としていくために、家庭での負担軽減をやっていくと。で、そういう海外から、そういう人たちが、要は家事、支援、することによって、またその人たちも日本の中で消費をするということになりますからね、経済的にもプラスだと思ってます、日本経済。これやっぱり外国の方であると同等労働同等賃金ね、これは同じ仕事をすれば日本のにおいては日本人と外国人を区別するのはおかしいと思います。同一、労働同一賃金というのはやはり、その外国人外国から来られる方々のそういう人権から言っても当然の話かなと思いますけどね。大阪府で定着はしますかね。絶対数のやはり、今家事支援の方が、大阪の中で十分だとは思っておりませんので、まあ挑戦ですけど定着をさせたいと思ってます。よろしいでしょうか。それでは、ここから政務委員会を申し上げます。維新の党の松野代表が、野党の不信任案についてですね、党議拘束をかけるというふうに会見でおっしゃられておりますけれども、幹事長としてそれに対してどう受け止めるかというふうに思われますか。まあ、これはもう僕は維新の党の人間ではないんでね、あれですけど、これ民主党からの踏み絵でしょうか。民主党に入りたい人は不信任案に賛成しなさいよと。で、まあ、あとはそんな踏み絵をね踏めるかどうかです。だから内閣不信任案の理由は何なんですか。これ、民主党が出す理由、要は自分たち、数が少ないから野党なんですね。で、与党というのは議員内閣の制度において、過半数以上を持つからね、いろんなことを決めていけるわけです。政府も握れるわけでね。で、数が少なかって握れないということは民意を受けていないということで、民意を受けてない政党がね、とにかく国会閉会になったらもう毎回毎回ね、不信任ってね、これはおかしいんちゃうかなと思いますよ。だから不信任の理屈、本当に不信任するなら強行採決の時なのかなと。いや、僕はその国会のテクニカルな時にそれができるかどうか分かりませんよ。そこまで言うんなら、あれ強行採決に自民党感じ悪いよねって、何看板かけてやんと、テレビを意識してね、隣で自民党感じ悪いよねって、あれやる前にそれやったら、もうそんなこと言わんと不信任出したらよかったんじゃないの。
ったんですかね。うん、だからまあ民主党に踏まされてる、迫られている、まあ松野さんもこれはもう本当どうなのと思いますね。なんで踏み踏まなかのか民主党の、うん、あとはもう一人一人の判断ですよ、ね、そうするとまあ不信任案に賛成しなかった、まあ、議員の方なんかはこう処分が、下される可能性があると思うんですけれども、それに対しては例えば仮にですけれども除籍とかですね、そういう処分が可能性は、まあ、考えられると思うんですが、幹事長はどういうふうに考えられるでしょうか。まあそれは処分、そういう党の決定を党でね、そういう決定すること自体僕は違うと思いますけど、踏み絵をね踏んでいくのは違うと思うけど、そういう形になった時に、それは従えない場合はもう処分覚悟でやるべきです、うん。まあ新党にはですね、合流を決めてらっしゃる議員さんがいらっしゃるわけですけども、今回のその不信任の対応についてはまあご指示なさる立場かどうかは別としてですね、どういった対応が生まれますか。まあ、もう仮に出たとしても、仮に出たとしたら、まあ、新党に合流される議員に関しては、どういう対応をすべきか。でこれはもう当然の話として、現在の維新の党は政府案に対しての安保法制の対案を提出をしています。それはもうまあもうここに至ってね、まあ現実的に維新対案を通すことは非常に難しいと思いますが、これは最後までね、その対案を、に対し、まあ、賛成をし、政府案に反対で、不信任の理由がない、不信任に対してはこれは民主党の踏み絵をわざわざ踏む必要はないと思ってます。それは具体的に、まあ、協議をなさったり指示をなさったりということはあるんですか。ありません、これはもう国会議員がその不信任の権限を持っている国会議員が考えることです。松井さん個人としてはそのように思っているんですか。僕はそう思ってますよ、だって不信任の理屈がないんでね、要は野党やったら最後は不信任と国会会期末にはもうそれはおかしいと思うんですよ、要は野党で、政府与党そのに納得できない場合は要は選挙で政府与党を過半数を割れるようなそういう民意を得る努力をするしかない、こういうことだと思います。だからまあ僕は今回、まあ、安保法制についても政府案を取るんでしょうけど、僕はこの政府案をそのままというのは日本の国のこれ将来危ない部分あるとこう思ってますから、だから法律なんて一度通ればそのままじゃないんです。改正できるわけですから、しっかり次の選挙、この安保法制改正も選挙の、公約に掲げてね、自民党関数割れる、ように、まあ新しい政党で、こう活動をしていこうというのが今の、まあ国会議員を含めて、新党参加する人たちの役割だと思います。それはまあ次の衆院選に出てるんですね。そうです、それでないとできません、そういうことは。だからもう次の衆院選の一つとしてね、現在の政府安保法制、これを安保法制を、民主党のようにもう何でもかんでも反対ではなくて、これを改正するという、維新で作った案に少しでも近づけていく、これは国民の皆さんにとって本当に今の不安を解消するということになりますから、それを、ぜひ、維新の会国会議員に頑張ってもらいたいと思います。Thank you.
このような状態だとむしろ逆に早く見せてもらってですね対応した方が分かりやすいような気持ちがやっぱりそういうことにはならないですか。まあ、国会会期中なんでね、うん、ただまあそこは一人一人の判断ですけど、これが処分だという話になった時にね、一人一人がどう判断するかだと思います。改めて伺いますけれども、まあ、当該あれだけの時点で井上氏の会話をされるときも封筒という手続きを取られたんですけれども、具体的に、まあ、そういう協議が入っていないかと思いますけれども、今の段階で望まれている手続きとしては考えていませんか。いや、別にこちらが望むことはありません。我々が決定しているのは、まあ新たな新党は作ろうと、もう本当に維新の政治哲学、スピリッツ、アイデンティティを、これを、もう愚直にそれをしっかり守っていけるメンバーで新党を作ると、これだけです。今決まっているということはないですか。もうその、テクニックのところは何もこだわりはありません。うん、まあ相手がね、もう何でもかんでももう、こう喧嘩で別れようと言われればそれはしょうがないですし、うん、まあここまで一つでやってきたんだから、まあその喧嘩じゃなく、うん、協議の上、話や協議の上と言われればそれでも結構ですし、うん、このあたりは松野代表とお話しになったでしょうか。 なってません、うん、全く話してません。もうそこは馬場議員、僕はもう党の人間じゃないんで馬場議員に任してます。まだそこ全然そこは作業進んでません。まだこれから終わりになって、うん、僕があんまりよく存じ上げてない人とはね、だって馬場議員と面接してもしゃあないでしょ。これはもう国会、閉会で速やかに。よろしいでしょうか。あ、すみません、うん、大阪維新の会ですね。大阪維新の小林義子さんですね。昨日大阪市民からですね住民カード請求を受けして政府活動に出て、特にその政務活動費を出してチラシの問題があって、実態が相談さはないということを、主張されています。で、弊社としてもですね、小林議員取材しているんですが、再三の取材要請にもですねしっかりとした説明責任を取られておりませんで、うん、で、まあ、維新の場合は税金の使い道非常にこう厳しくチェックするというのはそれがポリシーだと思うんですけども、いや、だから監査請求受けたんでしょ。しっかり監査請求の中でね、説明責任をする、取るべきだと思います。監査請求受けるということは役所の監査乗り出すということだと思いますから、そこで、小林議員が、しっかり、説明すべきだ。要は監査委員会でそういうやり取りをするべきですから、いろんな
書類の提出等々も求められるでしょうから、そこで自らおかしくないんなら、そういうさまざまな書類を提示して、丁寧に説明すべきだと思います。監査請求受けてよかったんじゃないですか。取材を受ける受けないはですね、議員の自由はあるとは思うんですけれども、その大阪市の会は議会等も全部としてネット公開が進められて官庁がチェックをしてくれということだったと思うんですけれども、メディアが指摘するとですね、説明をしないというその姿勢はいかがですか。いや、その姿勢ってまあでも監査は受けるんでしょう、大八木さんにだけその特別に、こうですああですという、そのメディアに対しての説明よりも監査ではっきりと中身を、審議してもらった方がいいと思いますけどね。まあ女性のことですから、女性で、最近双子できたんかね、子供も3人おる中でね、そういうメディアのこう取材に躊躇しているというところもあるんじゃないですか。でもそういう疑念を持たれて監査請求された限り、監査委員会の、指摘にしっかり答えるべきだと思います。詳しくはこちらの調べではですね、その印刷業者さんにそのチラシの印刷を頼まれているんですけども、その印刷業者さんとおという方がですね、代表者が議員秘書だったんですね、で議員秘書がその印刷業者を兼ねているということに関してはどう思いますか。それはだからその議員秘書やったとああいう人が、印刷業者を兼ねてることに対しては別に問題ないと思います。要は政調費使ってきちっと活動したかどうか、その政治活動をちゃんと報告してるかどうか、そこやと思いますね。だからそれをはっきりさせるために監査請求されてるわけですから、監査請求に対して真摯に、調査協力すべきだと思います。今4月に当選されて議員になられてますけども、その方も説明責任を果たしていただいてないんですが。いやだからその話とその成長期がどうのこうのの話とは違うでしょう。もう監査を受けるんで、そこでやっぱり監査委員会の、厳しい追及を受けてしっかり説明すべきと思います。それでもそこも以前に指摘を受けて議員秘書で、報酬をについてはこれもらってなかったんじゃないですか。そういう指摘があったんで、その今返されてはいるんです、議員秘書としての人件費は返されたんですが、ただやっぱりその、もちろん個人情報ではあるので、プロ人になっている状況では、その誰もその一般の人はですね、議員秘書の方が、印刷業者であるとは思わないんじゃないかと思います。で、でもきちっとそれを企業として登録してたんでしょうかね。その議員秘書兼務ですね、これ。印刷事業者としてのどういう成り立ちなんかということです。だから自分がまず先にそういう事業をやってて、で、小林議員を手伝おうとして、秘書として、事務所に出入りする。だからそこは、どっちが、順序として詐欺なのか、でその時に、自らそういう業界の企業も、をやってるという中で、小林議員の政治活動の、そういう、チラシ等々を、自分が請け負いした。でそれで20、そこは報酬として議員の秘書としてそれをもらってるのはおかしいということであれば、それは返す、だから要はそのいただいた、
政府調査員活動費をきちっと政治に、利用しているかどうかというところだと思います。じゃあ官庁としては、監査をしっかり受けて当たり前です。その説明責任を2人とも、果たすべきだという。当たり前です。監査から言われたらそれに見合う提出を求められるものも全て出す。そこで監査に判断をいただくということです。よろしいでしょうか。はい、ご了承させていただきます。ありがとうございました。これ女性活躍しとるな、ここ。大体同じ数やった、男性と。女性活躍しとる。